ょっとあいにく雨だったけどね。めっちゃ雨で濡れそうで破裂しそうだった。こんにちは、長野インターネットすごくと申します。こんにちは、長野大学水町サークル代表の二藤と申します。二藤さん、はい、今日はバレンということで、はい、菅平、雨でしたけども。そうですね、ずっとここ10日間ずっと雨晴れという天気予報を繰り返していて、今日も晴れだったんですけど、途中雨に変わって、で開催できるかすごい不安だったんですけど、なんとかここ3名で、泊まっていってもらって、開催、強行突破できてよかったなと思っています。全部で何個ぐらい取られたんですか？そうですね、スカイランタンが、200機上がったので、見るお客さん家族を含めると300人以上いらしていただいたんじゃないかなと思います。はい、この企画をしたその理由っていうのはどんな感じだったんですか？そうですね、目的というか、はい、地域が今コロナウイルスや、はい、さまざまな状況で沈んでいると気持ちが落ちていると思うので、学生の力で何か地域盛り上げられないか、明るくできないかと思い、このスカイランタン、希望というか願い事を短冊のように書けるので、そのスカイランタンを使用して地域を明るくしたいなという思いから、このイベント開きました。そういうことは準備なんかも大変だったんですか？そうですね、コロナウイルスの影響で、中止になったりとかもしたので、1年半越しになんとかイベントができたかなと思います。だから社会人の方もいらっしゃるっていうようなことで、そうですね、そういったこう連絡っていうのはなかなか大変なんじゃないですか？はい、そうですね、 SNS を通じていろんな学校や、長野大学だけじゃなくて染谷高校や千曲高校、社会人の方にも協力いただいて、50人ぐらいのスタッフで今回イベント開催したので、連携について本当に大変さを感じました。なんで菅平を選んだんでしょうか？そうですね、菅平は地域を盛り上げたい、コロナの中でも頑張っているんだっていう地域の方々が多くて、その熱い地域の人たちを見て学生も何か熱いことができたらいいなと思って、この刺繍菅平高原を選びました。なるほど、はい、今日はお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。また次頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。